今後24日には北陸で大雪に警戒が必要ですね、はい、そうですね、今低気圧が来ているんですけども、うん、この低気圧が抜けた後冬型の気圧配置になるんですね、うん、かなり大雪の可能性が出てきています。低気圧がゆっくりとした速度で東に抜けていって、そうしますと24日から25日にかけて日本近辺というのは冬型気圧配置になるんですね、はい、で、この冬型の気圧配置になった時に、冷たい空気寒気が降りてくることになるんですけども、はい、それをこう、ね、動画にするとこちらになります。青い色ほど冷たい空気ということになります、うん、そうしますとこの低気圧の渦巻きの後ろ24日から25日にかけてこの北陸エリアに寒気が入ってくる、色が変わるというところで見ていただければと思うんですけども、はい、色が変わり始めるのは23日の遅い時間帯から入って24日になってくると本格的に寒気が入るということになります、はい、こういった状況になりますとこの形で降るのは雪ということになります。まあ、気温も下がるんですけども、まあ、雪が強くなるということですね、はい、で気温の状況で見てみますと、23日から平年を最高気温も最低気温も下回り始めて、まあ、24、25というかなり、厳しい寒さになってくるんですね、はい、特に24日が最高最低気温とも、平年を下回る、まあ、今はね、まあ、大寒の時期に入っているわけですけども、はい、その時期でも平年を下回るということでかなり厳しい寒さになります、はい、こうなってきますと先ほどの冬型の気圧配置で降るものが雪という形になって、どんどんこう、ね、積雪が増加していきます、うん、23日の9時から25日までの48時間2日間で積雪がどうなるかというのを、まあ、示したものがこちらになるんですけども、はい、能登の方でも10センチから30センチクラスの雪の積雪の可能性っていうのが非常に高くなってくるということになりますし、はい、まあ、富山石川などなちょっと内陸に入ったところではもう30センチか、まあ、50センチをオーバーするような、そういった大雪になるというふうに見ておりますので、はい、ちょっとね警戒をしていただければと思います、うん、はい、今後北陸では警戒レベルの警報級の大雪の恐れがあります、はい、最新の情報はウェザーニュースのアプリよりご覧ください。